こんにちは、こんばんは、おはようございます。吉田です。今回は1月30日に発売された PS3 ディアブロ3日本語版をノーマル初回攻略プレイでクリアし、その間一体いくつのレジェンダリーアイテムがドロップするのか、そしてどんな種類のレジェンダリーだったのかをまとめて動画にしてみました。プレイキャラは外見版から引き継ぎのウィザードです。初回攻略プレイノーマルの低レベル帯ということもあって、このレベル帯に対応するレジェンダリーアイテムの数はある程度制限がかかってドロップしにくいのかもしれません。ディアブロ3を購入してすでに1周クリアした人も多いと思いますが、いくつくらいレジェンダリー出ました？良いの出ましたか？中にはネタ装備もあるそうで、吉田も楽しみにしております。それではそろそろ吉田が手に入れたレジェンダリーを紹介していこうかと思います。吉田の記念すべき第1号レジェンダリーアイテムはこちら。世の王国という王国を屈服させるのだ。そして私はヤギの帝王となる。この呼び名について最高の余地があるかもしれないが、初めてのレジェンダリードロップで嬉しさと驚きで少しドキドキの吉田です。育成途中の低レベル帯でレジェンダリーアイテムを手に入れてもすぐにキャラのレベルが上がって使い物にならなくなるのはこの手のゲームではお決まりごとですが、嬉しいことには変わりありません。それに新たに育成するキャラで使い回しすることもできるしね。なるほど、ドロップした時はアイテムの種類は分かっても鑑定するまでは何のアイテムなのかは分からない仕様なんですね。鑑定結果は必要レベル10の忠実なる記憶という両手剣でした。主な特殊効果は神聖ダメージプラス9から11、知力プラス31、攻撃が命中するごとにライフがプラス7回復など、攻撃力は大きく上がりますが、両手武器なので左手に魔力ブースト装備が持てなくなり、攻撃速度も落ちて手数が減ってしまいます。しばし試し切りをした後は走行行きか。この虹色に輝いているのが神聖武器のオーラなのか。綺麗だね。レジェンダリーアイテムにはそれぞれ固有の解説がついています。多分忠実なる記憶に載っていたのは次の文ですが、ブーセニアンの職人たちは素材を数世紀も先んじる技術で剣を鍛えた。これまでに彼らの作品を再現できた職人はほとんどいないというものでした。他の音と混じって、もう一つ綺麗にシャキーンが吹けなくて損した気分の吉田です。二つ目のレジェンダリーが出たのは、ここ、二章でやってくる、ダルガーオアシス。さて、今回は何が出るんでしょうか。ワクテカ吉田、ムルワカじゃないよ。ダーゲルリング。鑑定結果は、必要レベル16の、ナーゲルリングという指輪でした。主な特殊効果は物理ダメージプラス4から8、マジックアイテム発見率プラス 25%。 このレベルでマジックアイテム発見率 25% アップは大きいですね。実際の効果のほどはよくわかりませんが、これで特典でもらった装備などと合わせてマジックアイテム発見率がプラス 92% になりました。ちなみにこのマジックアイテム発見率が適用されるのは在敵だけであって、宝箱などの他のものには適用されないようです。存在が説明できない。未だにこの骨の由来は分かっていない。絶滅した巨大獣のものか、悪魔か、神話上の竜か、それは謎のままである。鑑定結果は必要レベル17のメイジフィストという手袋でした。主な特殊効果は火炎系スキルダメージプラス 18%、 知力プラス 31、 攻撃速度プラス 4%、 ライフ秒間回復量プラス 8、 敵を倒した際に
得られる経験値プラス順一という内容でした。固有コメントによると、このコテを装着すると手の中に真の魔法の力が宿るだそうです。火炎系のスキルをメインに使う場合には非常にありがたい装備ですね。でもこの時点では火炎系は使っていませんので、そっと閉じる吉田であった。やっと3つ目が出た。結局2章では2つ出ただけ、1章の分と合わせて3つ、そして今回のと合わせてここまで4つ。多いのか少ないのか、どっちなんだい。スクワートのネックレス。鑑定結果は必要レベル20のスクワートのネックレスというアミュレットでした。特殊効果は磁力プラス61、生命力プラス55、敵が落とすゴールドの量プラス 20%、 マジックアイテム発見率プラス 10%、 敵を倒して得られる経験値がプラス 11% という効果でした。固有コメントはルーン文字で覆われた素朴な石のかけら、太古の盗賊神カントアートの名前が裏面に刻まれている。ここまでアミュレット装備は初回生産特典のドレークのアミュレットを使い続けてきましたが、やっとそれを上回る装備が出ました。ドレークのアミュレットは天ぷらさんに装備させよう。正しき者のために。狭い通路を終わり先にやってくるので大渋滞。そこのデーモンさんに押されて倒れて君ちゃん。砦の真相レベル1に続いてレベル2でもレジェゲット。続けて手に入るとやっぱ嬉しいね。今度は胸当て装備か、かっこいいローブを欲していたので期待。鉄の心。必要レベル22、防御系特殊効果の多い胸当て鉄の心でした。防御力は今の2倍近くあるけど、攻撃力が下がってしまうのか。しかしライフの秒間回復量プラス11と、攻撃が命中するごとにライフプラス12回復、それと全耐性プラス13が強力そう。全耐性プラス13って数値がどれくらいなのか実はよく分かっていない吉田ではあるが、固有コメント、この鎧を身につけた者は絶望的な状況でも驚くべき勇気を発揮すると言われている。あいやいやいって何だよ。今度はガチモンってなんだ君たちは。そんなことよりシャキーンはどうしたんだ、全く聞こえなかった。嬉しさ半減、付き合うと嬉しいです。先ほどのレジェンダリーロードがネガーとつくなんだけど、始まったな吉田。両手用メイスだって、片手用のワンドをください、お願いします。クラッシュベイン。必要レベル22の両手用メイスクラッシュベイン。付加されている特殊効果は霊気ダメージプラス27から34、ダメージプラス 3%、 筋力プラス60、敏捷性プラス70、知力プラス77、攻撃速度プラス 3% に敵を倒した際のライフ回復量プラス95という脳筋武器でした。もし筋力キャラがドロップしていたら、知力じゃなくて筋力補正が多くついていたのかな。固有コメント、クラッシュベインの力を目の当たりにして逃げ出した戦士は数知れず、この武器はとりあえずエンちゃんに装備させておこう。
砦の真相を読んでエンチャンきた。これがゲチャップドバドバ現象ってやつか。しかも補給用クレーンから出るとは。また両手用メイス、せめて同じ武器ってのはやめてね。クラッシュベイン、まさかの同じ部屋からレジェンダリードロップ。しかも同じクラッシュベイン。ソケットこそついているものの、完全に1本目の劣化バージョン。以下略。ゲチャドバ、砦の真相、レベル1から3通して5つ目のレジェンダリードロップ。砦の真相はレジェンダリーの宝石箱や。またメイジフィスト、2つ目のメイジフィストだが、劣化バージョンではなくてよかった。比べてみると敵が落とすゴールドの量プラス 12% とクリティカルヒット率プラス 4% があるかないかの違いで、同じ項目は全部強化されている。火炎系スキルを使っているのならば良い装備なのだろう。そしてまた吉田はそっと閉じるのであった。このドーム内に帰ってきた敵は団体化アーンド鈍足になるのだ。だんだんと覚えたスキルが増えてきて、さらに楽しくなってきた。よし、やったぞ。やったね。ステディストライカー、マジックアイテム発見率がないことを除けばなかなか良いぞ。知力プラス47、生命力プラス53、攻撃速度プラス 4%、防御力プラス59、攻撃が命中するごとにライフがプラス14回復、敵が落とすゴールドの量プラス 12%、攻撃防御体力すべてアップ。固有コメント、相手を攻撃しようと考えるだけでいい。そうすれば、手が自ら、熟練した兵のように、武器を操ってくれるだろう。ふむふむ。ガブとかかっこいいの出てくれ。ちなみに隣にいる発光しているガイコフは得点でもらえるレオリックの鉄鋼を装備して攻撃すれば一定の確率で現れ、一緒に戦ってくれるレオリックの手下です。レオリックの王冠、防御力3桁のガブと、これも防御力重視の特殊効果が多く付加された装備ですね。ライフプラス 4%、防御力プラス59、ライフの秒間回復量プラス15、ライフオーブとポーションの回復量プラス386、そして攻撃力補正のクリティカルヒット率プラス 2.0%。 固有コメントは暗黒の王の王冠のみ。レオリック初防音、装備するのに必要なレベルは25、売却価格は1005ゴールド。黄色エリートの敵、魂の拷問者シャールからのドロップでした。続けて頭装備のようだ。レオリックじゃないよね。レオリックの王冠じゃなくてスワミ。攻撃防御体力3つともレオ冠より大きくアップするようだ。知力プラス57、生命力プラス65、全耐性プラス11、敵が落とすゴールドプラス 11%、 ライフの秒間回復量プラス12と性能面では良いんだが、いかんせん見た目がひどすぎる。七福神か、その頭。
までやっとんねん。期待蹴りし続けるとね。さすがレオの手下。最後はレジェンダリードロップ確定のディアブロからでした。ゴールドベルトというコメント。アラマル山脈でハニウガの職人によって作られるこの繊維は空気から黄金を抽出するようだ。これが最後のレジェンダリーアイテムドロップとなりました。初回攻略プレイノーマルでドロップしたレジェンダリーアイテムの結果はこのようになりました。現在は2周目をナイトメアで始め1章の途中ですが、すでに4個もレジェンダリーが出ました。レベルが上がってモードも違えばレジドロップ率が全然違いますね。さらにレジェンドアイテムを集める楽しみが湧いてきました。ここまでお付き合いしてくださった方、ご視聴どうもありがとうございました。今が良いレジェンダリーアイテムに出会えることを願っています。それでは、さようなら。俺がいないと寂しいだろうな。そんなことはない。俺はそんなに悪人じゃないぜ。素晴らしい。しっかりしろ。見た目以上に腐った女だ。